こんにちは。連続増配等投資を実践しているサラポチです。今回は前回の連続増配 ETFVIG に引き続き VYM の平均の増配率について確認し今後の投資方針について発信させていただきます。さて VIG と VYM の基本情報を確認した後に本題に入っていきましょう。まず基本情報ですが VIG の名称はバンガード米国増配株式 ETF で VYM はバンガード 米国高配当株式 ETF といい、各 ETF の組入れ銘柄数は先月末の時点で、VIG は267銘柄で、VYM は410銘柄となります。さらに、設定月は VIG が2006年4月で、VYM は同じ年の11月になり、経費率は両方とも0.06%です。今回は連続増配 ETF の VIG と、 連続増配の実績がありながら ETF の VYM に,に各 ETF の分配金の利回りはヴァンガード社の公式ホームページから引用させていただきまして VIG は1.74%で VYM は2.75%で VYM の方が約1ポイント現在利回りが高い結果となっています。 さらにこれまでの分配金の実績について確認していきましょう。VIG のこれまでの分配金の推移をグラフにしたものがこちらになります。さらに VYM のこれまでの分配金の推移をグラフにしたものがこちらになります。黄色は3月の分配金を、緑は6月、青は9月で、紫色は12月の分配金を示しています。そして2006年は設定年だったので、 通年つまり1年を通して分配金が支払われてはいないので2007年から2021年までの分配金について確認していきます基本的に両方とも約15年間の分配金のトレンドは右肩上がりになっていますそして VIG は2007年の1株当たりの分配金は0.873ドルでしたがその後 昨年の2021年の1株当たりの分配金は2.66ドルまで増配し2007年から2021年までの間で分配金は約3.04倍になっています一方 VYM は2007年の1株当たりの分配金が1.357ドルでして その後昨年の2021年まで人株当たりの分配金は3.096ドルになりましたので2007年から2021年までの間で分配金は約2.27倍になっています以上のように約15年間の間で VIG の分配金はざっと3倍になっていまして VYM の分配金は約2.23倍になっています このように設定された時期からこれまで何倍になったかを確認するのもいいですが増配率には毎年浮き沈みもありますし減配している年もありますので私は毎年の増配率を平均化して未来に期待できうるであろう分配金を計算して今後の投資方針の方向性を決めていますそしてこれが先ほどの分配金のグラフの元となるデータとなります あまり細かく確認する必要はなく注目してほしいのは増配率でこれらの平均を出すと VIG の平均増配率が8.53%となります詳細は過去の動画を参考にしていただければと思いますさらに分配金も同じように先ほどの分配金のグラフの元となるデータから増配率を出しこれらの 平均を出すと VYM の平均増配率は約6.67%でした。以上の平均増配率から仮に1年目にすでに分配金が10万円もらえる状態まで投資中と仮定しその後仮に平均増配率を維持したまま10年20年25年とほったらかしたまま保有を継続したと仮定したき 最初の10万円の分配金が増配を続けるとどれぐらいになるかをシミュレーションし、平均増配率のパワーを確認していきましょう。まずは VIG を保有し、仮に現在分配金が年間10万円入っていくる状態と仮定したとき、1年後には10万円から8.53%アップし、 10万円になりますつまり約10.8万円になります。同じように考えて10年後には計算上は10万円が22.6万円になることが期待でき20年後には51.4万円さらに25年後には77.4万円以上になることが計算上期待できます。同じように VYM についても 確認しますと仮に10万円の分配金があったとして1年後は10万円から6.67%アップしたと仮定しますと10万円が10万6,670円になり約10.6万円になります同じように考えて10年後には10万円が約19万円になることが期待でき20年後には約36.3万円になり さらに25年後には50.2万円になることが計算上期待できます。ただ、そもそもこの最初の10万円の分配金を得るために、どれぐらいの投資額が必要かという質問が出てきそうですが、その投資額を計算するには、VIG の現在の分配金利回りを活用します。VIG の分配金の利回りは、先ほども確認しましたように、 1.74%ですのでこの利回りから計算しますとざっと投資額は575万円が必要ということになりますさらに同じように VYM の利回りは2.75%でしたので投資額は約365万円が必要ということになります一応この投資額について補足ですがこれらの投資額は 為替や株価をとりあえず無視していまして現地での分配金の利回りから簡易的におおよその目安と考えてくださいさて先ほどの10万円の分配金をベースに今後平均的に連続増配したと仮定して10年後20年後25年後に分配金がどのように増えていくかを確認してきましたが最後に具体的に現在の私サラポジが保有している保有株数に置き換えて 米ドルの分配金の入金結果などをもとに、具体的な今後の投資方針を話しさせていただきます。まず、現時点理想としている増配のグラフをシミュレーションしたのがこちらになります。横軸は運用年数を示していまして、縦軸は分配金をドルベースで示しています。濃いピンク色は VIG を示していまして、水色が VYM。 を示しています縦長のグラフですので見方によってはいろいろ感想あるとは思いますがざっと10年20年25年のイメージはこのようになりまして最終的に25年後には VIG も VIM も年間の分配金が約7000ドル付近になればいいかなと考えています1ドル100円にしますとざっと年間70万円前後がそれぞれから入金されると 面白いいかなと考えていますが、ちょっと欲張りですかね。まあ、あの、あくまで理想ですので、この7000ドル付近になるまでには、880ドルあれば、25年後には約7000ドルになる計算になりまして、VYM の分配金は最初に1350ドルあれば、20年後には約7000ドルになる予定です。ただし、このグラフは現時点、平均増配率を、 ベースにシミュレーションした結果となっていますので今後年間の増配率が大きく変わればその都度チューニングすればいいと私は考えていますまあ今後どのようになるにせよ未来の話ですので少しずつチューニングしてちょっとずつ変化を修正していければいいかなと思っていますさて話を少し偽装から現実の方に持っていきますそもそも現時点サラボシの運用状況がどうなっているのかというような質問が出てきそうですが 早速、まず、えー、まずは現時点を確認する前に、昨年1年分の分配金の実績をベースに、平均増配率を元にしてシミュレーションした結果がこちらになります。昨年の VIG の分配金の実際の入金実績は217ドルでして、VYM の昨年の入金実績は578ドルでしたので、このまんま もし25年間ほったらかしにした場合、平均的に増配を継続したら、約7000ドルには全く届いていませんね。右のグラフのように、今の投資額だと全く7000ドルまでは25年後届きませんので、今年に入ってから少し株価が下落するたびに買い増しを進めています。そして3月19日時点の保有株数から、昨年の一株あたりの分配金実績、 を掛け算し今年の分配金が昨年と同じ分配金と仮定してシミュレーションしたのがこちらになりますつまり今の保有株数ける昨年の年間の分配金をかけて計算上今年も昨年より増配するだろうと仮定して最低昨年と同等と仮定した場合の計算上の分配金は VIG が430ドルかもしくはそれ以上になると期待してまして VYM については同じように今年は712ドル以上にはなるかなというふうに期待していますそしてその期待値を前提にシミュレーションしたのが真ん中のグラフとなります現時点は計算上昨年から積み増してますので VIG の分配金も増えていますし VYM についても同じように積み増しをしていますので、計算上の分配金は増えています。そして現時点、計算上は真ん中のグラフのような状況ですが、今後理想としている左の方のシミュレーションへ少しずつ近づけていきたいなと考えています。現在 VIG と VYM の運用金額は、たまたまですが約300万円程度と同じぐらいの金額で運用していまして、これらを理想の分配金に近づけるためには、 単純計算運用金額をそれぞれ約2倍にする必要がありそうです今後はこの計算をもとに少しずつ理想の分配金まで積み増しを計画中ですただ少しずつの積み増しだと時間が経ってしまうので連続増配したとしましても目標地点から後ろ倒しになってしまうんじゃないのという質問が出てきそうですねこの質問に対し私は後ろ倒しになったらなったでその時はその時かなと考えています 私は長期目線で投資していますので仮に後ろ倒しになったとしても例えば大きな暴落が来た時に大きく積み増すことによって後ろ倒しの計画が少し前年になる可能性もありますしとりあえずは淡々と時間分散して買い増しを進めていければいいかなと考えています少し楽観的ですかねまあ、あの今後分配金を増やしていきながらも 増配率は毎年少しずつ変わりますので大きく変動があった場合はその都度チューニングをしていければと考えています最後にまとめですが平均の増配率は VIG は8.53%で VYM は6.67%でしたさらに今後 VIG を中心に VYM も少しずつ投資を厚くしていく予定で現状の運用金額の2倍の金額の投資が必要になることが分かりました そして両方の ETF で合計約600万円分を今後、時間を分散して投資を継続していく予定です。最後に私、サラポジは子供がいまして、子供が小さいため、すぐに経済的自由を目指しているわけではなく、長期的な視野で経済的自由を目指していって、VIG や VYM など、増配等の実績のある ETF に投資を集めにしていく予定です。 もし現在 VIG や VIM に力を入れて投資をしている方や今後 VIG に投資をしてみたいなと考えている方そして長期的な視野で経済的自由を目指している方などはぜひコメントをいただけると嬉しいです今回は以上です最後に簡単にプロフィールです現在オードのインデックス投資をコアに連続増配等投資を実践中ですどちらの投資も長期投資には向いている投資方法だと考えています もし、今はまだ入金が少額かもしれませんが長期目線でもいいから未来で必ず10になりたいなと考えている方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです一緒に頑張っていきましょう今回は以上です